それで決めていただけましたか、告白の答え。二人とも俺と付き合ってください。何言ってんのよ、二人ともってどうかしてんじゃないの。分かってる、自分がどんなおかしなこと言ってるのか。でもそうだよ、これならバレずに二人同時に付き合える、二人とも死なさずに救うことができる。バカか俺は。あの二人は一生懸命俺に気持ちを伝えてくれたんだぞ。お前が一番分かってんだろ、好きな人に気持ちを伝えるのがどんなに勇気のいることか。やっていいことと悪いことがあんだろ。俺にはどうしても決められなかったんだ、二人とも大好きすぎて、どちらか片方なんて選べなかったんだ。二股だからって辛い思いなんてさせない、俺の全てをかけて誰よりも幸せにしてみせるから。だから頼む、二人とも俺と付き合ってください。なんでも二股なんて、ピンクの四つ葉のクローバー、それも二つも、私たちが二人で探しても見つけられなかったのに。どうしたのよそれ。実は昨日先生に無理言って学校に入らせてもらったんだ。よし、許可しよう。ありがとうございます。まさか一晩中。バッカじゃないの、あんた高校生にもなってあんなおまじないなんか信じてるの。いやごめん、全然そんなつもりじゃないけど。じゃあなんだってのよ。いいんだから、ドヤ顔で大振りストライクかましたからってそんなに荒ぶらないで。いや二人ともこれすごい一生懸命探してたから、そういうロマンティックな告白とか好きなのかなと思って。だから俺がこれを渡しながら告白の返事をしたら二人に喜んでもらえるかなって。なるほど、わかりました。私は二股でも構いません。はあ？あんたまで何言い出してんのよ。私は愛情くんのことが好きで好きでたまらないんです。もう愛情くん以外の人との恋なんて考えられないほどに。なのでこれからよろしくお願いしますね、レンタロウ。もう私も幸せにしないと承知しないんだからね。あれ、二股なんてありえないんじゃなかったんですか。別に付き合わないとは言ってないわよ。はあ、違うよ、絶対に二人とも幸せにする。